ャンスになります。相馬のセンターリング、よし、シュー、よっしゃー、日本1点を返しました。森島日本代表となって初ゴール。前半の36分、さあ日本の反撃開始、カンポスの天神を破りました。素晴らしいですね、このゴールは。素晴らしいゴール、左の相馬から15番の森島、低くて速いゴールをね、初めてのゴールです。結局ね、左のサイドバックの相馬がオーバーラップしてね、このパスバックからですね、ここから来ましたね、森島が自分のポジションからですね飛び出してって、センターバックのポジションでのシュートということで、2ついいプレーが重なりましたもんね。博多の森球技場盛り上がります、この森島のゴールで総出しでした。まあ、森島のこの活動範囲の広さっていうのが今の1点に結びつきましたね。見事な点数だった。このカンポス、世界でも有数のゴールキーパー、この堅陣を破りました。右から左に攻めています。24番の伊藤から10番の七海、さあ七海ボールを持って入ります。右サイドに振って19番の中村、さあセンタリング、さあワントラップして森島、森島ゴールが見えるか、さあシュート、シュート行った、森島のスタイル、4対2、日本代表4対2、クロアチアを突き放しました。森島、途中出場の森島が決めました。代表6ゴール目、森島が4対2、日本に勝利を確信させるゴール、4対2、強い日本。今ねちょっとタイミング遅れたかなと思ってたんですよ、僕うまくこうかわしてきましたよね。そしてもう一回ね抜いて打ちましたよね、その前チャンスが一回あったんですよね、はい、でも素晴らしいシュートですね。4得点目、キリンカップ史上92年以降は日本は初めて。森島選手、どうぞ前に進みください。後なんですけども、すぐ伊藤がプレッシャーをかけて、全体がプレッシャーかけましたね。そして奪ったボールを最後森島、そうですね、森島がうまく飛び出しましたね。前半の33分、決めたのは謙虚な男、小兵セレッソ大阪の森島。よく後ろからね、空いたスペースにうまく飛び出しました。 A 代表では8ゴール目、トリシエジャパンでは初めてのゴール。入れ攻めから飛び込んだ森島博明、そしてお決まりこの叫び、ボハって何さ。ちょ、僕もようわからないんですけど、いやいやあれね、なんかね、僕もちょっとブラジルかぶれしてるんかね。森島博明、ためてためてためてまた抜き、首位直接対決、あのハイテンションなゲームの中でよくぞ冷静に見極めた。ボホー、しかしセレッソの反撃、後半34分、森島、
して、アイボールだ、工藤から斜めに動いて森島、ワンタッチ決めた、5対3。もう一回ファビーニョ、ラクライトンが戻ります。ファビーニョ、森島ではなく中の布部、山崎、ゼカロロスがいますがどうするか。ファビーニョ走った、ゼカロロス戻りました。あっと、バックパスだってシュート決まった、うまくカットしてゴールに押し込みました。1対0セレッソ大阪、先制ゴールはセレッソです。森島、もう一度見てみましょう今のプレーです。ディフェンスですよね、はい、クリアしたボールだと思うんですけど、よく狙ってましたよね、森島がね、森島ですね、森島らしいプレー、うん、少しゼカロロスが触ってるんですかね、はい、当たりは抜け目ないですよね、2005年の初ゴールです。森島、3年ぶりにキャプテンに復帰した森島です。森氏をアクシデントが襲う、原因不明の首の痛みから長期戦線離脱、もう一花探したいと思って頑張ってまいりましたけど、自分の来季というのがなかなか見えてこず、こういう引退という形になりました。ヤンマー時代を含めセレッソ一筋に18年間活躍してきた森島、今後は広報活動を担当するアンバサダーに就任し、セレッソを支えていきます。気持ちは桜色の情熱に満ちていた。168センチの小さな巨人、彼は最後まで試合に出ることよりもチームが勝つことを望んだ。そしてロスタイムも残りわずか、背番号8が大きく見えた。最後ちょっとだったけど、グラウンドに立って走ってる森島を見たのは、なんか感じるものがありましたけど、はい、26秒間は永遠のように長かった。このピッチでプレーをできたことを本当に誇りに思います。長い間ありがとうございました。これだけでどうしたらいいかなと思います。
か、いつから知り合いですか、お二人は。そうですね、高校の2年生ぐらいですね。高校から、どんな印象ですか、これ、二人は。まず、七海選手が森島選手の印象は。森島もこのまま、ずっとこのままです。腰低くて。はい。レシピ正しいですね。レシピ正しい。何でも言うこと聞いてくれるし。何でも言うこと聞いてくれる。部屋掃除しといて言ってたもん、ザーッ。あ、そうですか。森島さんは、一緒にチームでやったんですよ、中3の時に。森島さん、高1で。こっちがいたなと思って逆サイドカーフってパッと持った時もう逆サイド走ってるんですよ。そうか、それぐらいの運動量。デコボココンビってよく言われてたんですけど、見た目ちょっと西澤明乃の年齢年上には見えるんですけど、僕の年は上なんですけどね、年下ながらすごい尊敬できるというかね。ミスターセレスト森島弘明、現在セレッソ大阪の社長は21年前、開幕から7試合連続ゴールの記録を打ち立てている。その10ゴールのうち実に4ゴールがボレーだった。森島さんのプロフィールから見ていただきたいと思いますけども、はい、すごい経歴ですね。まあ皆さんにちょっと確認しつつ、これだいぶ探してくれた感じですか。いや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 、何を。本当はコンパクトに収まるはずなんですけど。いやいやいや、もうね、書ききれなかったのを厳選してこちらにさせていただいてまして、まあ原さん、はいはい、やっぱりまああえてね、こう森島さんと言いますけども、はい、現役の印象が強いですかね。相手側から見てたんで。はい、まあ同じチーム側ではなく。やっぱり読めないっていうのがありましたかね。本当に動きが読めない、まあ、進出鬼没でもありましたし、そ、ね、うん、この森島さんの DNA っていうのは、はい、おそらく、まあ、後輩の、まあ、南野選手にも原さん受け継がれてる部分はあるんですか。それはあると思いますよ。ですよね、セレッソの中で、うんうん、間違いなく、うん、やっぱりゴール前でボールを、またトラップがうまくて、本当にね、それが僕はすごい印象強いんですけど、うん、ビタッと止まるっていうね、はい、言えば本当にこうセレッソがどん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 こう、まあ、香川真司とかね、はい、そういう乾もそうですし、いい選手どんどん出てきて、はい、ちょっとサッカーがこうまたすごく選手も魅力ですし、まあ、サッカーもやっぱ攻撃的なものっていうのをすごい魅力ある選手たちっていうのが出てきた中で、ようやくこうね、行った中で2017年っていうのが本当こうセレッソも下からこう生え抜きの、まあ、1回海外に経験した選手も多かったんですけど、まあ、そういう選手たちがまあ中心となってすごいいいタイトルっていうのは取れたなというふうには思いますけどね。原さん、やっぱさっき話をしたんですけど、はい、その森島選手が当時ね、こう作ってたイメージと、そのまあ柿谷もそうですし、香川も、まあ乾もそうですし、まあ南野もそうですし、やっぱり影響をその後に KF として与えてますよね。与えてるんじゃないですか。特にあの、ね、まあ、トップというよりこの森島さんみたいにこのトップの周りであって、2列目でいい選手がこう出てきて、でその選手たちがさっき中西さんも言ったように、このトラップが柔らかいとか、あるいはドリブルがうまいとか、ターンが速いとか、みんな個性的な選手があのすごくこう伸びてくる、そういうチームだなっていう印象はありますよね。得点といったらやっぱ原さんじゃないですか。原、まあまあまあ、俺らもそんな横で語れないんですから。やっぱり見てたけど、当時の森島選手が今いたら海外で大活躍してる、はい、そうですね、可能性は高いですよね。日本人の点取り屋で一番海外に行ってあの生きるパターンはあの森島選手みたいなタイプかなっていうのはずっと思ってたから、それは多分当時海外、あの俺なんかはその浦和でやってたり、はい、東京でやったり、外国人といろいろ監督もそうだし、うん、選手もやったけど、森島がやっぱ海外で一番通用するって言ってたからね。これは本当嬉しい話です。今日あの社長になったから言うわけです。お前ですか、うん、もうちょっと早く言ってくれたら僕もうちょっと海外に行けてたかもしれないですけど。いやそういう気持ちはなかったんですか。そうですね、まあ、今は今あの英語を喋りたいなと思うんですけど、はい、そういう問題ではないですね。当時はあんまり海外志向はなかった。いや僕はね、あの海外のいろんなもう上手い選手ね、たくさんいますけど、どっちかというと試合がしたかったですよ。そこといろんなチームと敵でいろいろ戦いたかったから、自分がそこのチームに行ってというよりも、いろんなもうクラブとやりたかったです、はい、それを倒すっていうのがね、うん、まあ、これ J リーグもそうですけど、まあ、セレッソとも強いいろいろクラブを
倒してこう行くっていうのがすごい大きな自分のパワーでもありましたから、はい、だからまあそうやって、まあ、まず自分がまあ一番はまあお金のところ何っていうところもありますけど、うん、やっぱこのセレッソというクラブが本当にこう、まあ、みんなにね応援してもらえるように人を集めるというところが、まあ、自分の役割でもあると思うので、うん、まあ、そういうところっていうのを今実際まだそんなに経ってないんですよ社長なんて。だから今こう地域もちょうど今大阪24区あるんで、はい、まあ、区役所もちょっと回ろうっていうので今5個しか回れてないんですけど、はい、でもそうやってまあ皆さんにまたもう1回応援してもらおうという活動、まあ、セレスあの J リーグもそうですよね、地域密着そうやってやっていくっていうところをもう1回改めて大事にやっていきたいなと思って今やりだしているところですね。原さんやっぱりこう森島さんのようなこう、はい、皆さんが認知してくださる方が社長になるっていうのは、これまた地域に向かって嬉しいんじゃないですか。それで、はい、ずっとクラブでやってきた森島さんのような人が来て挨拶に来てくれたり、うん、スタジアム来てくださいって言われたら、はい、俺だったら行くもんね。いやもうそれはもう原さんみたいな方たくさんおられたらもうみんな来ていただけるんです。サポーターもすごくやっぱね我慢してこうついてきてくれてるサポーターって本当にこんだけねタイトルあと一歩でずっと取れなくて、でまあそういうところでやっぱ今の選手たちが頑張って今そこにね新しいサポーターのみんなも来てくれて、みんなやっぱ楽しみにはしてると思うからね、もうビルかけがしたいね。カプテン勝ってビルかけしたい。してないんですよ。してないの。うん、いいな。ビルかけしたい。俺は J。それはなんで現場見ないようにしたいんですか。いやもうやっぱさ、うん、やってれば、うん、なんか自分でできるからいいけど、うん、もう見てるだけのあのストレスってすごいんだよね、うん、まだしっかり見れる自分のゲーム。自分のゲーム、自分のゲームだ、自分のチームのゲーム、ね、ね、最後の最後までは見てはないかもしれないですけど、まだちょっと見れてると思う。余裕あるね、さすがだね。上行って試合見てます。さすが。俺も最近ね本当に見るの結構しんどい。本当。じゃあ俺もドキドキしちゃって緊張しちゃって。緊張するんすか。うん、いや緊張はめっちゃしますよ。もう選手の時にこう行く時の緊張感より今の方が多分緊張はしてると思う。全然違うと思う。へえ、そうなんや。いや本当それは確かにあるね。でも始まったらとりあえず早く終わって結果勝っててほしいっていう、それだけ。それはね、もう何よりもそれは思いますよ。それはそのアンバサダーの時もそんな感じでした。アンバサダーの時には、まあ、どっちかというと場内でラジオ、まあ、バンちゃんとかがすごくこう、うん、ね、大活躍してすごいこうサッカーもやっぱこうすごく面白くてみんなこうわーってやった時、場内でラジオやったんですよ、うん、俺ら DJ と、うん、森氏が、はい、だから結構もうワイ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 言いながらずっとこう試合を見れた時もあったので、その時の緊張感からしたらちょっとワイワイはまあいけないし、あんまりこう見てても取り乱してはいけないと思ってたら、やっぱ試合見てる時って何かでこうパッと抜かれてる時があるみたいで、俺ちょうどですね、やっぱこう試合見てたんやけど、だん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 その日が寒くて、もう震えそうで、上のあれ持ってきてなくて、ドワーと思って寒ーと思ってたら、どうも抜かれてるってこう来て、ほんなら俺が祈ってるっていう風に祈ってくる。震えながら祈ってると。で祈った後に次この祈りに抜かれた次が監督の AA になったっていう、気ぃつけなあかんなあいうの。ここ資料置いてるんで、2枚資料持ってください。お願いします。お願いします。今1人ずつは10分ずつぐらい3時間ぐらい撮ってるんですよ。アンバサダーの講座の方の紹介を僕からさせていただくので、そこは先週には長めに先週にかかってるって。でそれが終われば
本日はお忙しい中、2020年セレッソ大阪チーム指導会見にお越しいただきありがとうございます。何よりも、まだ今のリーグ優勝というのを、成し遂げておりませんので、そこをチームとしてしっかりみんなで目指して、1年間しっかり戦っていきたいなと、そのように思っております。Agradecer también el esfuerzo que han hecho a los jugadores nuevos y mantener la cordura y la disciplina para la base de la plantilla de la división. Y quiero aprovechar la oportunidad para darles las gracias también a los aficionados por el apoyo del año pasado y pedirles que este año que les necesitamos cerca, necesitamos que estén con nosotros para conseguir los objetivos.